社会主義協会は、老農派の理論研究集団。暴力革命ではなく、平和革命を主張してきた。旧社会統計勢力の中で単に、協会という時は、通常この社会主義協会を指す。協会の前身は、第二次世界大戦前から講座派とマルクス主義の、日本での適用や資本主義の性格をめぐる論争を、続けた、老農派である。 1927年創刊の雑誌、老農によったのでこの名がある。太平洋戦争前夜の弾圧で試算したが、日本敗戦後、山川人氏のもとに再結集し、1947年、理論し、全身を創刊した。全身は1950年11月に出版社の経営事情と同人間の対立が原因で廃刊となった。 その一年前の1949年7月13日に、前身の同人たちが集まって、社会主義研究会を発足させた。1951年4月13日、この社会主義研究会を発展させる形で、創設されたのが、社会主義協会である。前身に代わる、機関紙の発刊も決定され、社会主義が創刊された。命名は、大内氷衛である。 教会には、当初、知識人として、大内表へのほか、山川、郝坂逸郎、高橋正浦が参加し、鈴木もサブロウ、江田サブロウら日本社会党の政治家や、総評系の労組幹部も多数参加した。しかし、社会主義の総監に、総評の高野実の力を借りたためか、社会主義初期の編集方針には、高野の意向が大きく働いていた。 社会主義の同人代表には、大内と山川が就任した。総監当時の、社会主義の発行部数は、約3500部だった。間もなく、佐社木領草案や、それに対する清水市案の扱い、協会の日常運営をめぐって、山川らと高野の対立は大いがたいものとなり、1953年12月、高野、清水新蔵らは協会を脱退した。 その後、教会は、山川らと、大田薫ら総評内の反高のグループが結びつき、社会党左派の理論的支柱として発展していく。こうした、社会党の左派優位路線を、日本型社会民主主義と呼ぶ見解もある。教会は、1950年代には、様々な思想の持ち主を内包していた。ソ連、東欧など、既存の社会主義国に対しても、会議的で、 1953年の東ベルリン暴動や1956年のポズラン暴動、ハンガリー動乱に対しては反乱を起こした民衆に同情的でソ連の占領政策などを鋭く批判していた。1955年の社会党再統一に対してはこれに反対したため社会党左派の中心派閥である鈴木派との関係は冷却し、 鈴木派と対立関係にあった和田派に接近したりしたが、社会党に対する発言力は急速に低下した。山川は社会党再統一に反対しながら、再統一後は活動家に対して執行部に協力するよう呼びかける柔軟性を持っていたが、1958年に死去した。そして山川に代わって教会代表となった高座は、 社会党に、左シ高コの精神に戻るよう呼びかけ、和田派と関係の深い総評の実力者を大谷祝い、明と手を組んだ。さらに、1960年には高坂が要請した、活動家を中心として、三池闘争が勃発する。高坂は自ら現地に赴いて、活動家を激励し、教会も三池闘争を支持するが、結局は、敗北に終わった。 しかし、三池闘争を主導した教会の思想は、社会党青年部を基礎に、安保、三池闘争の中で誕生した日本、社会主義青年同盟の中で影響力を広げていく。教会自身も、1961年の第三回総会で、実践的課題にも応えうる組織に成長することが、宣言され、全国オルグ制が導入され、党、ロースソ、 社制度の活動家獲得に力を入れるようになった。この前後から高橋ら高坂と考えの異なる人々は次第に教会から離れていった。1960年頃から改革を通して全身的に社会主義を実現しようという構造改革論が社会党内で台頭すると構造改革論の機種、枝と対立していた。 佐々木構造は教会に手こ入れすることで枝に対抗しようとした。当時、社会党の指導者は活動家たちを無視して派閥構想に熱中していたが、教会は代表の高坂自ら自宅を開放して、資本論を抗議するなど、活動家の教育に力を注ぎ、活動家の心をつかんでいった。教会は、元佐社党学校で、両者統一により、 独立団体となった、労働大学と関係を深め、活動家の教育機関として活用していたが、さらに活動家向けの雑誌、学部を創刊するなど、組織を充実させていった。1964年の社制度第4回大会では、協会の理論に基づく、会見阻止、反合理化の基調が可決され、協会系活動家が社制度の執行部を握り、 その後の勢力拡大の基礎となった。教会は次第に実践団体化していき、総会も大会と名称を変更し、運動方針などを持つようになった。1966年の第7回大会ではマルクス・レーニン主義、ソ連追随だったので、スターリンには否定的だったを教会の基本理論とすることが決定された。教会のマルクス・レーニン主義家は、 1961.65年の2度に、渡って放送した講座家と、水原テルオラゴに大田派の中心となり、教会の実践団体化を目指した、グループ双方の影響の結果とされる。平和革命論を中心とする教会の基本理論は、1967年分裂直前に一度、決定し、1968年に正式決定した。 社会主義協会提前に衝述されており、この中でプロレタリア独裁を明記した。社会党の高領的文書、日本における社会主義への道についても、1964年の決定や1966年のプロレタリア独裁を肯定する修正に、協会系統員が大きな役割を果たした。1967年第8回大会で、 規約改定問題をめぐって教会は高坂派と大田派に分裂する。高坂派が理論学習を重視していたのに対し、大田派はそれに飽き足らず、職場や地域での活動に力を入れており、この分裂は運動形態の相違が背景にあった。大会大議員の多数派は大田派だったため、高坂は大内とともに新しい教会を再建し、 別に、社会主義を創刊した。分裂当初は高坂派は少数派だったが、高坂派の方が熱心に社会党の組織活動に参加し、幾人か国会議員も生み出した。これに対し太田派は1970年末に大規模な分裂、脱退が起き、日本労働者階級解放党総同盟や共産主義研究会を経て、 国際主義編集会議などが結成されて勢力が衰えた。大田派にも国会議員はいたが、大田派佐派の大量脱退によって、現場活動仮想では高坂派が大きく優位に立った。このため、以後、社会主義協会というと、高坂派協会を指すようになった。協会派の影響力の強い社制度は1960年代後半には、高坂派、大田派、 反戦派の間で分裂状態に陥っていたが、九百七十一年の社政道10回大会で高坂派系活動家が執行部を独占し、反戦派を除名した。大田派系同盟員は十回大会に参加せず、間もなく別組織の社政道全国協を立ち上げたが、社会党は高坂派系執行部の社政道を唯一の投資事業力青年団体として承認し、 これ以後、社政道は高坂派協会の影響が、極めて強い組織となるとともに、急速に組織拡大した。高坂派社会主義協会は、党、社政道の活動家層の支持を背景に、社会党内で勢力を伸ばし、事実上、社会党の一派閥となった。折しも、プラハの春と呼ばれた、民主化が進むチェコに対して、1968年、ソ連軍による、 チェコ介入という事件が起き高坂は、ソ連側についた。そして協会は、日本共産党を含む、全野党共闘を主張し、共産党排除を掲げる西洋社民志向の枝、サブローや新中派と激しく対立した。他方、共産党とは、自治体労働者の住民への態度や、教師の労働者性などをめぐって論争した。このような協会を、当時のジャーナリズムは、 社会党最左派と呼んだ。しかし、マルクス経済学の学者でもあった、高坂自身は極左を社会主義ではないと批判している。教会が1960年代から70年代までに、社会党内で影響力を高めた背景には、社会党自体に、独自の党組織論がなく、地方組織の主要部分は、教会系活動家が占め、選挙活動などを、 協会系党員や社制度を同盟員に依存していたためという事情がある。加えて、非協会系活動家が減衰していった結果、党大会大議員のうち4割を占めるまでになった。協会は、労働運動理論としては、反合理化闘争路線を取った。これは、資本主義社会での合理化は、労働者の不利益につながるので、 あらゆる資本主義的合理化に反対するというものである。このような考え方は、労務管理の厳しい民間企業では影響力を広げるのが難しかった。しかし、国鉄内部では生産性向上運動を阻止するのに、教会が大きな役割を果たし、裁判所も生産性向上運動に従事した、管理職の不正行為を認めたことから、国労を中心とする観光労では、 高坂協会が勢力を伸ばした。電電公社労組の前電通では、急成長した協会系活動家が、反合理化闘争に消極的な組合執行部を強く批判して、統制処分を受けた。この事件は1977年協会規制の伏線の一つとなった。それまで協会と一定の協力関係を築いてきた佐々木派は、 親中的な性格が強かったが、中祖対立の進展とともに、教会が、自己の勢力を上回るようになると、ソ連、教会に対抗して一層中国に接近し、旧敵の枝らと七人に委員会を作って対抗した。1977年2月の党大会で、教会系の大議員たちが副委員長の枝や、元委員長の佐々木など中国派や、社交民路線を批判し、 過半数に、あと一歩と迫ったことは、党内各派の警戒を呼び起こし、社会主義協会を規制せよという声が高まった。党千葉県本部のように、協会系、反協会系に分裂する、司法組織も現れ、党大会後に離党した枝は、直後に休止した。労使協調路線への転換を模索していた総評も、協会規制に賛成した。 やむなく、1978年の第11回大会で、教会は理論研究集団に徹し、政治活動は行わないことを認め、社会主義教会提税を部分改正して、社会主義教会の提言とし、大会を再び総会に改めた。しかし教会規制で言葉は変えたものの、活動の実態はほとんど変わらなかった。この時の高坂教会には、 交渉1万数千人の協会員がおり、社会主義の発行部数は6万2千部にまで達していたと言われる。協会の衰退は外部からの協会規制ではなく内部の変化から始まった。1982年11月に当時社会主義編集長だった福田豊からが現代資本主義と社会主義像を出版するなど、高座か文化の学者たちが 西欧型社会民主主義へと次第に立場を変えていき、党中央本部初期グループの多くも1987年6月教会を離れ、教会の力は次第に衰えていった。1985年1月に高坂が死去すると川口武彦が代表となった。1986年の日本社会党の新宣言決定にあたって教会は強く抵抗したが、 教会の内部からも、新宣言に賛成、または黙認する部分が現れ、意思統一はなされなかった。これ以後、教会の中でも社会党と関係の深い部分は、次第に、党内四検査派として、執行部を支えるグループとなっていき、西欧型社会民主主義へも、一定の理解を示すようになったが、1970年代の、姿勢を堅持すべきだという会員もいた。 労働運動においても、労働戦線統一をめぐって、内部対立が深まった。1989年から1991年に、かけてのソ連東欧社会主義体制崩壊は、西欧的リベラルを優位に立たせた。さらに、社会党の政権三角や基本路線の転換などの、社会党本体の混迷、総評解散、連合発足の影響も協会に波及し、 1990年代に入って組織の分散が進んだ。一方、大田協会は国鉄分割民営化の時の国労解体の過程で国労の右派が分裂して鉄産総連を結成するのを支持した。大田はこれに反対し、1987年5月1日付で大田協会を脱退し、同年12月に 社会主義労働運動研究会を結成した。大田脱退で左派の重しが取れた大田協会は、まず帰還し、社会主義を1988年4月号から、進歩と改革に、間もなく組織名も、進歩と改革研究会と変えた。その後は、社会民主主義を積極的に評判する団体となり、社会党及び、社会民主党の中で発言を続けている。 大田協会が社会主義協会の名を捨てたことで、この時点では高坂派が唯一の社会主義協会になった。1996年1月に社会党は社会民主党へ解消したが、これに反発する左派の一部が新社会党を決闘し、また、同年9月の民主党決闘時に約半数の右派議員が参加し、社会党は解体した。 これにあたって教会は統一した方針を出すことができず、教会委員は社会民主党、新社会党、民主党に分散して所属することになった。これ以後、教会の組織危機は激化し、危機克服のために作られた再建委員会は内部対立で機能麻痺した。 佐藤多元が代表の資格で招集した1998年2月の第31回総会に新社会統計、協会員の多くは参加せず、同年3月、坂牛哲郎、上野健一を代表とする別の社会主義協会を再建した。佐藤代表の社会主義協会は、第31回総会で、川口、佐藤のほか小島厚久を代表に選出した。 川口は1998年死去、佐藤は2012年代表引退、小島は2014年代表引退。坂牛協会も、創立時の代表坂牛、上野は2016年ともに引退、その後代表となった、今村みのるも2019年引退。1998年時の分裂では、かつての高座か、大田派分裂と異なり、 激しい批判の応酬は、ほとんどなく、分野、地域によっては、共闘、相互交流も行われている。坂牛協会は2001年に、社会主義協会新定税を、佐藤協会は2002年に、社会主義協会提言の補強を決定し、社会党、総評解体、ソ連統合社会主義体制崩壊などに、一定の総括を行った。佐藤、 坂牛協会とも、今日では、マルクスレーニン主義を用語としては使用せず、科学的社会主義を用いている。ただし科学的社会主義は、マルクス主義の言い換えであるし、社会主義協会の提言は、現在も有効とされており、プロレタリア独裁の主張は、放棄されていない。実態はともかく思想的には、マルクス主義から、社会民主主義に転向したとは言えない。 その後坂牛協会では、2010年の参院選で、新社会党副委員長の原和美を、社民党から比例区で立候補させることと、原の規約違反の二重党席容認をめぐって、社会民主主義への転向であるとの批判が起きた。元、新社会党中央執行委員であった、細川忠だらのグループが、2012年5月に、科学的社会主義研究会を創立し、 協会再建を決定して分離し、2014年12月に独自の社会主義協会を再建した。細川協会は規約でマルクスレーニン主義を明記している。さらに、新社会党元中央執行委員のゲニア人らも坂牛協会から離脱し、原らは社会通信によってベーシックインカムなどの政策をめぐって新社会党中央。 坂牛協会を批判している。このような経緯で、高坂派協会は2021年現在3、団体に分かれている。立松清を代表とし、社会主義を発行する旧来の立憲民主党、社民統計、津和隆石川広告、河村洋次を代表とし、科学的社会主義を発行する、新社主流派、細川を代表とし、各月間の帰還し、 研究資料を発行する、新社非主流派は、共に、社会主義協会を名乗っている。それぞれ分裂時の代表名から、佐藤教会、坂牛教会、細川教会と呼ばれることもある。教会自身は21世紀の事故の任務を、我々は、教会の目的、任務に沿った研究、調査、討議を積極的に進め、資本主義の発展から作り出される矛盾が、 必ず労働者運動の前進を作り出すという法則性に確信を持ち、ここにしっかりと結びついて、労働運動の階級的強化を柱に、広範な統一戦線を担う社会主義政党の再確率を展望して全力を挙げると規定している。社会主義協会と中国の関係は、1975年以前は特に目立ったものではなかった。 1968年決定の社会主義協会提示では文化大革命に対しても比較的冷静な表現をしている。この関係が変化するのは1975年5月の日本社会党第6次法中団と中日友好協会代表団との共同声明からである。中国側はこの声明に当時の中祖関係を反映し、 ソ連とアメリカを同等に見なす、両朝大国の派遣主義書き込みを強く求め、当時の成田智美委員長はこれを受け入れた。これに対して、社会主義協会は強く反発し、帰還し、社会主義などで、当時の中国を名指しで公然と批判した。中国側も、人民日報など、公式媒体で反論することはなかったが、法中団との談話や、挨拶などで、 社会主義協会を名指し批判した。この共同声明は、党内対立を激化させ、成田、石橋体制崩壊の一因となった。文革集結後の1977年でも、中国の両商史は、台湾ロビー及び、社会主義協会に対し、中国を敵視する勢力と位置づけた上、苛立って、こういう連中呼ばわりしたという。社会主義協会の側も、 中国政府及びポルポトなどの中国派武装ゲリラを避難していた。1982年9月の中国共産党第12回大会でソ連を派遣主義とみなす3つの世界論が取り消されると中国と社会主義協会の対立も平穏化した。1983年日本社会党が 中国共産党と公式党関係を樹立した際、当時の古洋法総書記は、石橋正史委員長に対して、1975年、日中共同声明の際の中国側態度を詫びたと言われる。1985年の日中青年3000人交流では、社会主義協会の影響力が強い社政党も代表団を派遣した。 その後、社会主義協会と中国との組織交流は特になかったが、2001年社会主義協会が当時の中国社会科学院マルクスレーニン主義、毛沢東思想研究処方地代評団を受け入れて、以降は後進の中国社会科学院マルクス主義研究員との理論交流が定期的に行われるようになっている。佐藤協会の 社会主義協会提言の補強では中国について問題は指摘しつつも社会主義国とみなしている。一方、坂牛協会系の社会通信や細川協会の研究資料では中国の体制に疑問符をつける論文が掲載されることもある。労働運動に力を入れていた社会主義協会は審査翼の街頭闘争からは距離を置いていて、 暴力主義的な反戦青年委員会を批判していた。当時は解放派と第4インターナショナルの加入戦術も警戒していたが、現在は対立していない。ありがとうございます。